家事を何も手伝わないくせに、食費を1日300円にしろと言ってくる夫。一致はそんな無理難題を言ってくる夫に対して、望み通りの節約メニューを出すことに。一致に無理な強要をした夫の反応とは。エネオ、食費に5万も使うな、1日300円にしろ。お望み通り、超節約メニューを実践した結果、夫から無理な節約を強要されて修羅場になった。ようやくいろいろ落ち着いてきたから供養も兼ねて聞いてほしい。無理な節約とは、最近は何買うにも高くて困るよね。節約を要求って、夫は家事する人なの？いや、全く。家事なんて一切しないよ。全部私に丸投げ。そのくせ私の家事や買い物にいちいちケチをつけてくるんだよね。本当にムカつくよ。なんで家事やらんやつに限って節約とか言うんだろうな。やってから言えよって思うわ。ほんとそれ。こっちの苦労も知らないでさ。私と夫は結婚して3年ほど。子供はまだいない。夫は会社勤めで、私は在宅で仕事をしている共働き夫婦。共働きなんだけど、私が基本家にいるからってことで夫は全く家事をしない。一致専用主婦かと思ったら共働きかよ。それは家事やらないのおかしいだろ。ちゃんと手伝ってって言った方がいい。もちろん何度も手伝ってと伝えたんだけど。家事なんて俺できないし、一致家にいるんだからやってよ。家事は女の人がやるものでしょ？仕事大変なら辞めれば？の一点張り。私が仕事辞めたら生活もっと苦しくなるじゃん。その辺も何も理解してない。もう最近じゃ諦めてしまったよ。典型的なダメ夫じゃん。せめて一致を養えるだけの稼ぎがあって言えよ。じゃあせめて口出しすんなって感じ。そうなんだよ。私に押し付けるなら全部任せてほしいの。別に家事は嫌いではないし、夫がやらないだけならいいのよ。なのにいちいち文句を言ってくるから腹が立つ。風呂の排水口汚いんだけど、ワイシャツもっとちゃんとアイロンかけてよ。みっともないじゃん。とか常に文句を言ってくる。気になるなら自分でやれよって感じ。もちろんやらないし、文句だけ。しかもワイシャツとか夫のじゃん。なんで夫の身の回りのことまで私がやらなきゃいけないのよ。そんな夫に飽き飽きしつつ、私は仕事と家事に追われる毎日を過ごしていた。最近は物価も上がって家計も火の車。少しでも節約しなきゃって必死よ。すべてのものが高くなってきてマジで困るよな。今はもう節約とか無理でーって思うもん。主婦には辛い時代だよな。特に食費が結構痛くってさ、夫がかなり食べる人なのよ。量っていうか、おかずを何品も食べたいタイプっていうのかな。一汁三菜じゃ満足できないんだよね。メイン以外に何品も作るんだ。昼はお弁当もあるし、しかも冷食は嫌だっていう。だからいつも早起きしてお弁当作るんだよね。それも地味に苦痛というか面倒くさい。そんな夫の要望に応えていると、結構食費もかさんでしまう。前はもう少し抑えてたんだけど、今は二人で月5万くらい。もうちょっと抑えたいなと思ってたんだよね。夫婦で月5万は普通じゃない？別にそこまで気にするほどじゃないと思うけど。夫が食うならなおさらな。そうだよね、別にそんな特別高くはないよね。でもまあ経済的にしんどいのは事実だから、月4万くらいになれたらいいなぁと思ってたの。そのために家計簿をつけ始めたんだよね。少しでも支出を減らそうと思ってさ。今までは記録に残すタイプの節約ってしたことなくて。半額漁ったりチラシとにらめっこしたりはしてるんだけどなかなか抑えられなくて。家計簿とかつけてみたら何かいい節約方法が見つかるかなって。その日買ったレシートを写して細かく品目計算できるやつを買ったの。どうせやるなら徹底的にと思ってね。節約自体は嫌いじゃないし、頑張ろうって思ったのよ。そうして家計簿をつけ始めて数ヶ月経ったある日、家計簿をいつものように書いてたら、夫がそれを覗き込んできたの。何それ？家計簿だよ。節約のためにつけてるの。ふーん、ちょっと見せてよ。そう言って夫は家計簿をひょいと私から取り上げた。まだ書いてる途中なんだけど、この時点で若干イラッとした。ほんとこの人は相手の事情とか何も考えないんだから。普通人が書いてる途中のものを取り上げたりする？書き終わってからとか、せめて一言了承取ってからとかさ。そういう根本的な配慮が欠けてるんだよね。そんな夫は家計簿を見ていきなりため息をついてきたの。それで呆れたような顔をして、私に文句を言ってきたわけ。はぁ、ちょっと何これ？え？何が？私は意味がわからなかった。そんな文句を言われるような内容じゃないんだもん。結構切り詰めてて、ここからどうやって節約しようか日々悩んでいたんだよ。買っているのは生活に必要な最低限の買い物のみ。贅沢なんて全然してない。
むしろ頑張ってる方だと自分では思ってたのに。こんなに無駄遣いしてるの？もっと節約しなよ。はぁ？突然の夫の発言に、私は思わず声を上げちゃった。これでもかなり頑張っているのに、食費や光熱費は削るにも限度だってある。だからそれ以外もいろいろ見直して頑張ってるのよ。お金ないから美容院辞めて自分で髪染めてみたり、ジムは年会費高いから解約してランニング始めてみたり、できることは片っ端から試してみたよ。それは今に始まったことじゃない。私なんてもう何ヶ月も美容院行ってないんだから。夫は毎月お気に入りの美容院に行くのにさ、ずっと指名している美容師さんがいて、その人じゃないと嫌なんだって。あんなやつ1000円カットで十分だろうに。毎月結構な額を美容に当ててるんだよね。そのくせ私の節約には文句を言うの。電気代とか高すぎじゃない？今すごい電気代高いのよ。真夏にエアコン切れって言うの？お前が在宅で仕事してるからだろ。どっかカフェでやるとかさ。カフェなんて言ったらよりお金かかるでしょう。コーヒー一杯でエアコン代より高くつくわ。夫の意見は見当違いもいいとこ。私と結婚するまでずっと実家暮らしだったからか。月の電気代がどのくらいとか、そういうのも分かってないんだと思う。節約なんて、自分でしたことないんだから。お金の管理だって私任せ。正直言って、夫は節約の方法なんて何も知らない。相場も不景気の具合も理解してない。ただ文句が言いたいだけ。この人の悪いところだ。ただただ私にマウント取りたいがために文句を言ってきている。そもそも私が仕事を続けているのが気に入らないらしい。自分が課長として働くから、専業主婦になってそれを支えろ。そんな考えらしいんだよね。でも私は仕事を辞めるつもりもない。そもそも夫の稼ぎじゃ暮らせないし、不可能なんだけどさ。でも夫からすると、仕事をするならせめて家事を完璧にしろって話みたい。それでいちいち文句を言ってくる。だから共働きでも家事は絶対にしない。女の人がやるものだって思ってるから。まったく、いつの時代を生きてるんだか。それで夫という立場を盤石なものにしたいのか、常に私より偉くあろうとするの。態度で威圧してきたり、わがままを通してきたり。普段の家事への口出しも全部そう。それが腹立って仕方ないのだ。もらおうか。腹立つなそれ。一気もっと強く言っていいと思う。そんな夫の文句は今日も止まらない。じゃあせめて食費はなんとか節約しろよ。月5万は高すぎ。あなたが人より食べるからこっちも節約苦労してんのに。そんなこと言うならおかず減らすわよ。半額商品買うとか、チラシ見てスーパー回るとかいろいろ方法あるだろ。お前の努力不足だよ、もっとちゃんとやれよ。そんなのとっくにやってるわよ、やった上でこの額なの。だからそれはお前のやりくりが下手なんだって。あまりに自分勝手な夫の発言に私もブチギレ。そのまま口論になってしまった。やりくりが下手と言われて、私の我慢も限界を超えた。何もしないくせに、文句ばっかり。そんな思いが溢れてきて止められない。思わず、じゃあどうしろって言うのよ、いくらなら満足だって言うの。私がそう叫ぶと、夫は、月に5万も使うな、1日300円にしろ、主婦ならこれくらい当然だろ。と、とんでもないことを言い出した。300円、ふざけてるの。私は思わず聞き返した。一体どこからその金額が出てきたのか。夫婦二人の食費を1日300円なんて不可能に決まってるじゃないか。ふざけてない、1ヶ月1万円生活とかあるだろ。だったら1日300円でいいじゃないか。十分な額だろ。そうドヤ顔で言ってきた。私はもう怒りを通り越して呆れてしまった。テレビ番組と実際の節約は違う。しかもなんならあの番組は一人で1万円だし、いや、そういう問題じゃないんだけど。なんだよ、できないのか？主婦のくせに情けないな。これだから仕事なんてしないで主婦用に専念するべきなんだ。そう言って煽ってくる夫を見て、私の中で何かが切れた。わかった。1日300円ね。私は自分が言ったことを後悔させてやろうと思って、この要求を飲むことにしたんだ。1日300円の食事が、一体どういうものなのか、身をもって知ればいい。言って理解できないなら、体に教え込んでやる。嫌だと言ってもやめないから。1ヶ月間地獄を見ればいいよ。そう思っちゃったんだよね。お、せいぜい頑張れよ。途中でやめるのはなしだぞ。いいよ。絶対やめないから。そっちが1ヶ月耐えられるといいわね。そんな風に余裕な顔していられるのも今だけなんだから。一気切れたな。一人一日150円って何が食えるん？米だけ？一食50円ってこと？翌日から一日300円生活を開始してやった。まず朝食。おにぎり1個が食卓に並ぶ。
具材はなしの塩むすび。え、これだけ？そうよ。1日300円なんでしょ？こんなんじゃ腹いっぱいにならないだろ。そう言って夫は冷蔵庫をあさり出す。あ、これでいいや。これもらう。そう言って昨日のうちに作っておいた豆腐ハンバーグを勝手に食べている。明日は朝ごはんトーストにしてよ。目玉焼きとウインナーとさ。なんて勝手なことを言ってる。こいつ昨日言ったこと忘れたんか？まあいいや、後で困るのはこの人だし。はい、お弁当。おお、ありがとう。こうして夫を送り出す。もちろんあのお弁当も予算の範囲内で作っている。きっと昼頃にクレームの電話が来るだろう。予想していた通り、昼になったら夫から連絡が来た。おい、なんだこの弁当は。何って節約弁当よ。節約ってレベルじゃないだろ、嫌がらせか。今日の夫のお弁当は白米に梅干しのみ。絵に描いたような日の丸弁当を渡してやった。おかずとお米を分けて入れられる二段の弁当箱なのに上下とも日の丸にしてやった。開けた時の夫の反応を直接見れなかったのが、残念だ。上下段米のみはきつい。嫌がらせでしかない。まあ怒るよね、そのつもりで作ったし。ふざけんなよ、職場で開けて恥かいたじゃないか。でしょうね。それが目的だし。そもそも恥ずかしいのは妻に無理難題を押し付けるあんたの頭の中だっていうのに。それを理解するのはまだ先かしら。1日300円なんでしょ？自分が言い出したんだから我慢しなよ。言っておくけど、明日もそんな感じだから。弁当は一人で隠れて食べな。そう言って私は電話を切った。これは便所飯確定。夫かわいそうすぎて笑った。もっとやれ。痛快な仕返しすぎて一致尊敬する。そうして夕方怒りながら帰宅した夫。よっぽどあの弁当が嫌だったんだろう。お前節約にしても限度があるぞ。夕飯はまともなもの作れよ。そう言って怒鳴る夫に、私は冷静に言い放つ。何言ってるの？夕飯のおかずはあなたもう食べちゃったじゃない。は？そうなのだ。朝、夫が食べたあの豆腐ハンバーグ。あれは今日の夕飯に作ったものだったのだ。豆腐でかさ増ししてなんとか予算内に収めた肉料理。さすがに一食くらいはまともなおかずを作ってやろうと思ったのにさ。それを夫はすでに食べてしまっている。え、じゃあ、今日の夕飯は？ようやく事態を把握した夫。おずおずと聞いてくる。白米とふりかけだけよ。あなたが勝手に食べるのがいけないんでしょう？夕飯も白米のみと知って、夫はうろたえている。お前、300円使えるんだから、もっとうまくやれよ。手を抜くなよ。そう言って怒る。自分が言い出したことのひどさがまだわからないのか。呆れつつ私は、丁寧に説明してやることにした。いい？あなたは1日に300円って言ったわよね？つまり1人150円。3食作るから、単純計算で1食50円ってことになるよね？1日50円と聞いて、夫がなんだか困ったような顔をしている。いやいや、お前が言い出したんだって。なんでちょっと被害者ずらしてんだよ。あんたが1食50円の食事を希望したんだろうが。でも50円全部使うわけにはいかないのよ。毎月お米を10キロくらい使うじゃない？それが3000円くらいかな？あと調味料とかも無料じゃない。その辺の金額を引くと1食20から30円くらいかな。夫の顔がどんどん真顔になっていく。さすがに毎食20円でおかずを作るのはしんどいからさ。朝と昼はおにぎりにして、夕飯でお米以外に一品作ろうかなって思ってたんだけど。他に方法あるなら教えてよ。1日300円であなたは過ごせるんでしょ？私はにっこり笑ってそう言ってやった。夫はすっかり黙ってしまう。さすがに自分が言い出したことなので、反論することもできないんだろう。夫は黙ってこの節約メニューを食べるしかない。この地獄があと30日続く。それはもう逃れようのない事実であり、確定事項なのだ。一致強い。夫はきっと米とか調味料とか考えてなかったんだろうな。だとしても一食50円で何が食えるんだよ。それからも私の1日300円縛りは続いた。徹底的に切り詰めて、家計簿も残したよ。その日の食費がきっちり300円以内に収まっているのを確認して、毎日夫に見せてやった。ほら見て、今日の食費は299円だったよ。残った1円は明日に繰り越そうね。にっこり笑顔でそう言うんだけど、夫は下を向いて黙ってばかり。お望み通り節約してやってるんだからもうちょっと喜んでほしいよ。一気楽しそう。どんな飯作ったか気になる。いろんなバリエーションやったよ。リクエスト通り朝トーストに卵焼き、ウインナー、その代わり、昼は白米、夜は白米とたくあんのみ。あとは朝昼を握りにして夜に小さい焼き魚の日もあったな。半額の小さい魚を二人でシェアしたんだ。あとは三食とも卵かけご飯とか。
今って卵高いよね。卵6個でほぼほぼ1日の予算終了よ。弁当箱に生卵入れたのはちょっと面白かった。あとは夫が一度泣きそうになりながら、カレーが食べたい。って言ってきたから、カレーを出してやった。その代わりその後数日間は白米オンリーにしたけど、カレー一回作ったら当たり前だけど数日の予算が消えたからさ。責任持って白米生活ですよ。夫が悪い。一食50円でカレーなんて無理に決まってるのにわがまま言うんだもん。一致鬼畜。夫もう限界じゃん。俺そんな生活耐えられねえ。途中で何度も。もうやめよう。俺が悪かったから。ってリタイア申請してきたよ。それでも全部ガン無視で強行してやった。とりあえず反省してもらうために1ヶ月は絶対にやめないって決めてたの。私は正直そこまで食べなくても大丈夫なタイプだし、いい気味だと思ってたから意外といけた。いいダイエットにもなるしね。これを機に目標体重まで落とすつもりだった。夫もちょいポチャだった体型がどんどん痩せていって1ヶ月後には見事ダイエットに成功してたよ。標準体型になってて笑った。2人でダイエット成功だね。夫、ざまあ。一石二鳥やんけ。クソアロタ。そんなこんなでなんとか1ヶ月間続けてやった。見事に1日300円生活を成し遂げたよ。びっしり書き込んだ家計簿を見て、ちょっと達成感を覚えたもの。おかげで4万ほど貯金に回せたしね。よかったよかった。そんな生活を1ヶ月してみて、改めて夫に聞いてみた。どうだった？私の節約、満足した？すると夫はポロポロ涙をこぼしながら謝ってきた。無理言ってごめん。1日300円なんてとても無茶だった。いつもイッチがどれだけ節約してくれてたとか俺のために頑張って飯作ってくれてたとか、何も考えずに偉そうなこと言った。本当にごめんなさい。って言って謝ってたよ。さすがに今回のは響いたみたい。ボロボロ泣いててさ、本気で反省してるのが伝わったよ。反省というかトラウマでは？もう二度と節約しろなんて言えない体にされてしまった。一気が強すぎるんだよ。まあこれで私の目標は果たされたから満足よ。これならもう同じことを言ってくることもないだろうしさ。そうだよね？毎月の節約の大変さ分かってくれた？分かった、すごく分かった。これからは俺も家事とか節約手伝う、一緒に協力する。だからもう勘弁してくれ。そう言って頭を下げた。自分から手伝うと言ってくるなんて。よっぽど後悔したんだろうね。私としてはありがたいことだ。そうだね、じゃあ今度一緒に買い物行こう。無理のない範囲で一緒に節約頑張ろう。まずは物の値段とかから勉強しないとね。わかった、俺頑張るから。そういった流れで、ちゃっかり夫に家事をさせる約束もこじつけてやった。これで私のストレスもだいぶ減るでしょう。すげえ、一致作詞だ。いい感じに誘導したな。めでたしめでたしじゃん。それからは二人でいい感じに節約生活頑張ってるよ。一緒に買い物行って、夫は改めて今の物価高を理解したみたい。一日300円はもちろん、月4万にするのだって大変だって分かってくれた。お肉とかこんなに高いんだってびっくりしてたよ。まあ一食50円を経験したら半額お肉だって高級品に思えてくるよね。私が料理に専念できるようにって掃除とか洗濯とかやってくれるようになったし。料理もさせてみたんだけど、あんまりうまくなくって。誰にでも向き不向きはあるからね。1ヶ月散々なメニューを食べさせられたわけだし。ちゃんと美味しいものも食べさせてあげたいからさ。料理は私が担当。それ以外は夫にもできることは手伝う。それが我が家の家事スタイルとして定着したよ。私としてはだいぶ満足。万が一今後慣れてきてやらなくなってきたらまた1日300円生活にすればいいだけだし。いやー、実に充実した1ヶ月だったと思うよ。おかげで夫婦円満。私のストレスも減っていい感じ。もし同じような悩みを抱えてる人がいたらぜひおすすめの方法だよ。やってみたらいいと思う。全国の家事しない旦那さんは、奥さんにこれやられないように日頃から言動には注意ね。こんな感じで私の話はおしまい。最後まで聞いてくれてありがとう。一致面白かったわ。なんだかんだ仲良さそうでよかった。俺も奥さん怒らせないように気をつけなきゃ。もしもあなたが一致のように、むちゃくちゃな節約要求を夫からされたら、あなたならどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、現在は物価も上がり異常気象で電気代もバカになりません。そんな状況で無理な節約は禁物です。一日数百円のエアコン代をケチった結果、熱中症になって数万の入院費を払う羽目に。そんなことになりかねません。
皆さんも節約はほどほどに、安心安全な生活を送るようにしましょう。